こんにちは、あいこです。はい、今日はいろんな話をしながらメイクしていきたいと思います。そうなの、聞いて。そう、新しいクッションファンデを買って、これ知ってる？バニラコクッションファンデを買って、なんかめっちゃいいって評判で、なんかうちの妹が結構コスメオタでこれいいって聞いたから私も買ってみました。あ、見て、爪ギャルすぎじゃない？やばな、こんなギャウなネイル初めてしたんやが。メイクしていったり、みんなとトークしていきたいと思います。レッツゴー。かわいいでしょこの鏡、IKEAで買ったわ。安いからかわかんないけど、こうやって見てたら勝手にこうやってくるんってなるの。うざーい。まずは下地から。これゆりちゃんからいただいて、ボンネル、ボンネル UV デイケアクリーム、日焼け止めとベースが一緒になってるみたいなやつ。めっちゃ良かったから使ってます。唇怪我してるわやっぱり。みーちゃんにやられた、またもうこうやるだけでギャウエ、マジ最高。なんかね、みんなに話したいことがあって、だんだんとさ乾燥の季節になってきたよね。うざいわ、私めっちゃ乾燥肌でさ、めっちゃ嫌だ本当に。冬というものが、寒い季節乾燥しかしないのよ。はい、いい感じです。この絵見て、こうツヤがすごくなる。これよし、これ使ってみます。これ色をライトにしちゃったのね、19番の。果たしてどうなのかっていう、乗せすぎ注意かも。うわー、イエーイ。このさ、新品の状態のさ、ここのフィルム剥がすのさ、本当に趣味なんだけど、その仕事だけやりたいわ。体感の瞬間を皆ともに、3、2、1。この磁石なのも素敵だよね値段もさ、そんなに高くないし。これわ、待って、やったかも。ライトすぎるかも、これやったかも。白塗り案件かも。なんかさ、カメラで見るとグロいんだけど、なんでだろう、顔だけ正面当たってるからかな。え、なんでこんな真っ白なの顔だけ、おかしくね。あー、まあちょっと違和感あるけど一回やってみるわ。絶対大丈夫だからみんな、うん、信じてよ。ほんと聞いて、鏡で見てる分には何らおかしくないの。なんでカメラいい加減にしてよ。乾燥肌だけどパリパリしない。いいね。こっからはいつも通りです。私の過去のメイク動画をご覧あれ。みーちゃんがね、実は待機児童なんですよ。これどっかでなんかちょろっと言ったことあるかもだけど、待機児童になっちゃって、はーくんは2歳児クラスなのね。3歳なんだけど、誕生日とか的に2歳児のクラスになるので、みーちゃんはその1個下の1歳児クラスになるんだけど、1歳児のクラスの空きが本当になくて、自宅保育みたいな感じだね。なんだけども本当に毎日毎日自宅保育が辛すぎる。マジで余裕がなくなる。仕事の時間は仕事の時間、子育ての時間は子育ての時間っていう、こうメリハリをつけてやんないと、あの精神死ぬのね。普通に考えて集中できないし、何事もてかもう死んでんの。毎日いろんなことを考えなきゃいけないくなっちゃう。仕事の時は仕事のことだけをさ考えてたいけど、みーちゃんのことまで考えなきゃいけないから、お昼の時間とかもさ、自分一人で仕事やりながらだったら自分のことをバーってやって、もう空いてる時間に食べればいいやとかできるじゃん。そういうのがみーちゃんがいることによってその調節ができないくなってる今。お昼ご飯をお昼の時間に食べさせてあげないと、まあお腹ももちろん減るし、そういうのとかも気にしちゃって生活してるから、仕事がままならないっていうか、いっぱいいっぱいなんだよね、頭の中が。育児のこと、仕事のこととか、他になんかいろいろねこなさないといけないことだったりとかで、今はちょろっとやっぱ慣れてきたっていうか、で落ち着いてきたけど、これ最初のらへんの時めっちゃ疲労がすごくて、多分目のここのビクビクが止まんなくて、私え、それなったことある方いますか？しかも、まあ、1日ちょっとそのやっぱり機械私ばっかり見ることが多いから、それの見すぎで目が疲れちゃってんのかなって思ってたんよ。1週間ぐらいそれ止まんなかったの。おかしくにゃと思って、まあ、そういう話
ごめんね。別にみーちゃん嫌いってわけじゃない。てかわかるよね、普通に考えて。それはねえ、わかるよね。みーちゃんのことは大好きなんだけど、大好きで大好きで仕方ないんだけど、自分にこう嫌な気持ちになるというか、あれもこれも一緒にやるってなると、どうしてもなんかこっちのことがおざなりになっちゃうとか、なんか早く保育園見つかればいいんだけどね。毎月毎月空きがないっていう状況。もうこのまま行くと4月入園待たなきゃいけないのかなーみたいな感じ。でも4月入園は4月入園で、その年のさ争奪戦がまたあるんだろうなっていう。みーちゃんもなんかそろそろしびれ切らしてるからね。あの子もハーくんが保育園行く時も、みーちゃんもみーちゃんもって言ってるんだけど、ハーくんもハーくんでさ、一緒に行けた方がさ嬉しいじゃん。普通に妹と心を許してる人とさいたらちょっと安心じゃん。一時保育も一時保育でパンパンだしさ、もうどうすんのこれ、この状況。けど今はいないんだけど、みーちゃん、マミーが今日お休みで皮膚科行くわっつって、でみーちゃんもなんかここの下のところにちょっとポツポツできとったから、あ、私行くついでだし一緒に行っちゃうよみたいな感じで言ってくれて。チェリーさ、うんちするじゃん。うんちするときに、出るときに暴れてこうやってどっか行くので、うんこをまき散らかすのね。え、なぜ。うんちが硬くて痛いのかな。でも最初のうんちとそんな何ら変わんないの。めっちゃ暴れんの、出る瞬間に。肛門腺みたいな名前のなんかあるじゃん、あれなのかな。最近さ、ご飯の時に待てができない買ったのね。 お皿を下ろしたらすぐ飛びついて食べちゃうみたいな。しっかりとそこ教育し直して、最近はもうちゃんとしっかり最後の最後まで待つようになった。ちゃんとさ分かってできるようになるよね、ワンちゃんも。とチェリーのうんち取るわ。ハー君の習い事問題、マジでどうしようって思って超悩んでる今。スイミングの体験に連れて行ってみようと思って今アツシさんと検討中なんだけど、皆さんの3歳のお子さんってやってます？習い事やってたらマジで教えてほしい、コメ欄とかで。ハー君的にダンスとかもやりたいって言うのね、そこの場に行ったら。だから いいんじゃないかなと思ったり。私的には英語をめっちゃやらせたくて、やらせたいんだけど、まあハー君自身がやりたくないって言ったら別にやんなくてもいいんだけどみたいな。で月謝とかね、どうなんだろうね。土曜日私もがっつりハー君とみーちゃんどっちも家にいて一人で見なきゃいけないこと多いから、土曜日にあの習い事に行けたらいいなって思ってて、お昼までも全然大丈夫なんだけど、水泳とか体が強くなりそうだしいいなって思う。めっちゃみーちゃんはでもね、させようかめっちゃ悩むんだよね。まだもうちょっといいかなとか、ちょっともったいぶっちゃってる親が、なんか嫌がりそう。遊ぶのとは違うなっていうこととかってさ、子供ながらにきっと察するじゃん。これ遊びちゃうでって思って、みーちゃんは嫌がりそう。母くんぐらいになってそのこととかを理解できるようになってきたらで、みーちゃんいいかなとか思ってるけど、どうなんだろう。今のうちから英語とかさしといた方がいいみたいなことは聞くけど、体験に行くだけでわかんのとかもさ思っちゃったりするんだよね。果たして体験に行くだけでその場のことってわかんのかとかさ、実際行かせ始めないとわかんなかったりするじゃん。まあ子供が楽しそうにするかとか食いつくかは体験でまあもちろんわかるよね。でも私的に先生との相性とかもやっぱり大事なんじゃないかなとかさ超思っちゃうのよ。私が子供側の立場だったら、先生が嫌な感じだったら行きたくないなって思うからさ、どうしてもいい先生であった方がいいかなとかも思ったりもしますね。出来上がり。最近これにハマってるんだよね。海外のさ女性もさ、ピターみたいなヘアあるじゃん、こういうなんかピショみたいな、それに今すごいハマってる。シュッと見える全体的に。最近リップ新しく買ったんですけど、これロム&シンジャなんでこれを買いました。可愛くない、見た目も。マットリップが好きで、なんかマットリップにポイントでグロスを重ねるのが好きなんですよ。これは7番のエンビーミーってやつ、ちょっとこうポテット感は出るかなって、ヌーディーって感じ。これにシンプルマキシマイザー、もうマジで01番、何も色ないやつを重ねたり。はい、という感じで本日も
ぐち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 語らせていただきました。私がね、新しく買ったコスメたちを紹介したんですけど、ぜひどっちも良かったんで、リップもバニラコのクッションハンドも良かったんで、あとゆりちゃんからいただいたベースのやつもめちゃくちゃ良かった、良かったっていうかいいので使ってます。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、シェアお願いします。バイバイ。